皆さんこんにちは、徳武です。今回はプログラマーにおすすめのブラウザーというテーマでお話していきたいと思います。皆さんはブラウザーは何を使っていますか？そもそもブラウザーって何っていう人もいるかもしれません。そこで今回の動画では、ブラウザーとは何か、プログラマーが使うべきブラウザーはズバリこれだというテーマでお話していきたいと思います。今回も現役プログラマーによる生きたノウハウをお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずブラウザーとは、パソコンやスマホでインターネットを見るときに使うソフトのことです。皆さんもきっと毎日使っていると思います。ちなみに語源はブラウズ、ウェブブラウザーやインターネットブラウザーと呼ばれることもあります。ブラウザーはパソコンやスマホに最初から入ってますが、他にもいろいろな種類があり、後から自分で好きなものを入れることもできます。有名なブラウザーソフトとしては Google が開発している Chrome、 これは Android のスマホに最初から入っています。そして Apple が開発しているサファリ、これは iPhone や iPad に最初から入っています。そして Microsoft が開発している Edge、 これは Windows のパソコンに最初から入っています。あとは Mozilla が開発している Firefox、 他にも様々なブラウザが存在していますが、有名なところとしてはこういったところです。まずは自分がどのブラウザを使っているのかというのを確認してみましょう。特に意識していない場合は、パソコンやスマホに最初から入っているブラウザを使っているんだと思います。起動しているブラウザアプリのアイコンで確認してみてください。ちなみに今世界中ではどういったブラウザーが使われているのか、これをブラウザーシェアと言いますが、それを調査しているサイトがあります。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。サイトにアクセスするとこんな感じで全世界のブラウザーシェアを確認することができます。初期画面はちょっと見づらいので、エディットチャートデータのボタンを押して表示をカスタマイズしてみましょう。リージョンをジャパンにして、チャートタイプをバー、設定したらビューチャートボタンを押してみましょう。これで最新1年間の日本のブラウザシェアを見ることができます。見てみると2020年の1月はこんな感じになっているようですね。 Chrome が圧倒的に多いですね。続いて Safari です。これはスマホで見られている率が高いということですね。次にパソコンだけに絞ってみましょう。グラフの下にボタンが並んでいるので、デスクトップというボタンをクリックしてみてください。これでグラフの対象がパソコンだけになりました。1位は相変わらず Chrome ですね。2位は変わって Firefox になりました。つまりパソコンでもスマホでも Chrome が圧倒的にシェアが高いということですね。次にプログラマーが使うべきブラウザーですが、メインで使用するブラウザーとしておすすめなのはこの Chrome です。 Web プログラマーは自分が作ったサービスを多くのユーザーに使ってもらうために、ユーザーが使っているブラウザーに広く対応する必要があります。そのためシェアが最も高い Chrome で開発を進めるというのが一番効率がいいんです。ただしこれは講座の中でも説明してますが、ウェブサービスを開発する際には検証フェーズというテストのフェーズで全ブラウザーでのチェックを行うので、ウェブプログラマーは可能な限り多くのブラウザーを PC にインストールしておきましょう。また Chrome をはじめ最近のブラウザーには開発者ツールという便利なツールが最初から搭載されています。これがとても強力なのでおすすめです。 Chrome を起動している時にキーボードの F12 を押すと、このような開発者ツールが立ち上がります。開発者ツールを使えば、ウェブページの特定の部分のソースを瞬時に確認することができます。例えばこの部分のソースを確認したければ、このスイッチを押して、モードを切り替えた上で、マウスでその部分を選択するだけで、該当箇所のソースが確認できるようになります。しかも、その場で修正するとリアルタイムでページの内容が変わります。ただし、これはウェブページが実際に修正されているわけではなく、あくまで自分が見ている環境だけのプレビューになります。実際にウェブページを修正する前に試しに直してみるということができるわけですね。あとはこのボタンを押すと画面がスマホエミュレートモードになります。スマホで見た時にページがどのように表示されるのかというのをパソコンの画面上で確認することができます。その他にもスクリプトのログが確認できたり、ページの読み込み速度を計測できたりと、開発に便利な機能が盛りだくさんなんです。このツールがあるのとないのとではウェブプログラミングの効率が雲泥の差ですね。 Chrome はシンプルで使いやすい上に高機能なブラウザなので、開発者以外の方にもとてもおすすめです。Windows、Mac、どちらにも対応しており、無料で使えるので、ぜひ皆さんも使ってみてください。Chrome のインストールは概要欄に貼ってあるリンクの方から行います。ということでまとめると、ブラウザとはインターネットを見るときに使うソフトのことで様々な種類がある。Web プログラマーにおすすめのメインブラウザは Chrome。理由はナンバーワンシェアであることと、強力な開発者ツールが備わっていること。ただし、ウェブプログラマーを目指すのであれば、可能な限り、主要なすべてのブラウザはインストールしておきましょう。というわけで、今回は以上になります。僕のチャンネルでは、フルスタックエンジニアを目指す方のために、役立つ情報やノウハウを発信しています。もし参考になったら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。